まだまだコロナ禍前の日常には 100% は戻れませんが、緊急事態宣言も解除され、ワクチン接種も進み、少しずつ、日常に戻っているのかなと思います。まあ、そんな状況の中でバンド活動やライブ活動も、かなり自粛があり、思うようにこうした、音楽をお届けするということが私たちもなかなかできませんでした。そういう中で、今年の7月に、結成されたのがこのバンドです。昭和の顔してるでしょみんな。でもね、一人だけ平成生まれがいるんです。なんと昭和歌謡曲を知らないバンドメンバー、私も長年やってきましたけど初めてです。まあ、昭和歌謡曲というのは非常に、平成生まれの方いらっしゃいますね。ご主人はじめまして。昭和歌謡曲ってすごくやっぱり歌詞がストレートで曲が覚えやすいんですね。ですので一回聞くとなんとなくやっぱりこうスッと頭に入ってきて、なんとなく覚えてるのかなっていうのが昭和歌謡曲の特徴です。まあ、時代は、昭和から平成になり、平成から令和になり、どんどん進んでいますけれども、昭和歌謡曲というのを、ずっと残したいなという気持ちもありまして、このバンドを結成いたしました。今日はですね、懐かしいナンバーたくさんご準備しております。おばあちゃまにも喜んでいただける曲があるのかなと思いますので、ぜひ一緒に楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Oh,
がとうございます。それではここでメンバー紹介をしたいと思います。バンドリーダーでドラムスマーク、オンベースフォータン、オンギターヒロ、オンキーボードマユ、そしてボーカルヨーコです。1, 2, 3, 4!
ご存知ですか、皆さん。ヘドバとダビデ。おばあちゃんご存知ですか、ヘドバとダビデ。ご存知じゃないですか。もちろんご存知じゃないですよね、ご主人は。外国人ですよね、ヘドバとダビデ。何人？ロシア系？ヘブライ？ね、私も実は一番最初に歌ったさすらいのギターは知らなかったんですよ。もちろん昭和生まれなんですけど、私は1973年生まれなんですね。で、歌を歌い出したのがまあ10年ぐらい前なんですけど、歌い出して初めてこの歌を知った小山るみさんという歌手です。で、やっぱり71年、よくご存知ですね。すごい計算早いですね、すごい。ね、やっぱり昭和歌謡曲ってすごくこう数がいっぱいあって幅広いんですね。 年数も長かったので、昭和の時代は。だから昭和生まれでも知らない歌がいっぱいあるんですけれども、いい曲が本当にいっぱいあります。はい、うちのバンドの平均年齢は何歳、ヒロさん何歳だろう。平均年齢計算早いでしょ。60、60、65、なんか下げてる平均年齢を。ね、下げてくれてるんですよ、彼女が。平均年齢はね、ものすごく高いんですけど、でも、楽器歴、このバンド歴はもうプロ並みの人で、私以外ですよ。まずバンドリーダーのドラムスのマックさんはドラムを叩き始めて70年、何年？48年です。で、まあ、東京の方でね、ちょっとプロの方ともされてた経験がおありの方で、本当にすごい、うまいよねって言ったら失礼なんですけど、すごい、テクニックお持ちです。で、ベースのコータムさんです。日本人ですよ、韓国人じゃないです。コータムさんは何年ですか？40年。すごいでしょ、40年、ね、まだ生まれてないもんね。で、ちょっとね、一人だけ変わったいでたちの人がいるんですよ。なんかみんなシュッとした格好してるのに、俺のこと、ジムとか、どっかジム行ってきたの、ヒロさん今日。スポーツ帰り？でバンドしてるの、はい、でバンド歴 何年ですか、楽器歴。一番最初にやったのがマイクありますよ。マイク使ってください。18の時からね、履いてないマイク。1980年から始めたんです。で、ね、ちょうどね、モンタ&ブラザーズ、ダンシングオールナイト、これを一番最初にコピーしたんですね。はい、入ってますかマイク、こっち。こんな感じのイントロね、出ましたよね。まあでもね、もう40年以上も弾いてると体あちこちガチやわね。ガタが来てまして、先週ね、腰を言わしまして、ね、今日はちょっとコルセットしてるんですよ、実は。コルセットの歌って知ってます？コルセットすいませんでした。どうぞ引き続き。今日ね、ヒロさんどっから来たと思います？お家から来たんじゃないんです。で、帰るところもお家じゃないんです。実はちょっと今入院してまして、入院先から今日外出許可もらってきたんですよ。で、またね、夜の11時まで病院帰らなあかんということで、まあ思い出になる病院ですね。す
すごいでしょ。でしかもね、腰はブロック注射を打ってきて、夜11時まで効くのが効果があるの。そう、11時に打ったんで12時間効くって言われたんで、多分戻る頃には多分もう動けなくなって帰れますかね、お医者さんまで、まあ、病院まで、ね、まあそこは気が若いから大丈夫だよ、ね、私最近思うんですけど練習するでしょ、練習があるんですよ。で最近、あ、そうか、年齢がいったバンドの会話ってこういう会話が増えるんだっていうことが気がついたんですけど、病気の話、病院の話で、時々こう掛け合う言葉は大丈夫とか痛くないとか、なんか割とそういう会話が多いよね。まあお互いね、さっき楽屋でも思ってたんですけど、何かやるたびにでその度にまゆさんと私が大丈夫ですか、ちょっと横になっててくださいって言ってそういうね、なんか言葉が多くなりましたな、ね、大丈夫ですか、大丈夫です、持つかな、多分ね、本当、うん、頑張ってね、あの体は本当ね、皆さん大事にしてくださいよ、ほんまね、おばあちゃん90歳ですよ。どうも、尊敬しますので、リスペクトします。おばあちゃん、健康の秘訣は何でしょう。そうですね、そうですね、おっしゃる通りですよね、自分の思うように生きる、人を気にしない、人を気にしない、うん、そうですね、我が道を行くってやつですか、ね、それが一番まあね、いやいや、先週は緊急事態宣言もね、長い緊急事態も解除されて、まあ、これからやということでね、まあ、頑張るね。いや、これ思ったんですけど、先週久々に会社に行ったんですよね。まあ、そうしますと、みんなリモートワーク、今年の4月からずっと。で、ほとんど顔もみんな見てなかったんですけど、テレビ会議とかではね、Zoom とかでよく見てたんですけど、もう例外なくみんな太ってますね。もう これ誰やというような、今年入ったこれ新人とかと思ったら、いや実はっていうね、そういうのが非常にあって、リモートワークで、リモートワークお家にいるから、そう、運動不足になってね、結局それでみんな太っちゃったということでね、みんなね、リモートワークってみんな上司の目とかないから、みんな好き勝手仕事をしてるのがよく分かりましたわ。テレビ会議映るでしょ、ね、朝からなんかやら顔赤いんですよ、みんな飲んどんね、みんなね、あれ飲んで仕事やるだよって話ですけど、ね、知ってます、日本で初めてリモートワークした人って誰か知ってます、南こうせつなんです、かぐや姫のリモートよーせ、まあ、この辺にしときますわ、すいませんね、代表してお詫びを申し上げます。MC ってね、割とこうボーカルがなんかやることになってるんですよ。でも喋りたい人いっぱいいるんですね、マクさん、そろそろこうなんか喋りたくてうずうずしてません、うん、お話好きですよね、でもタラッタタラララッタダン、マイク、次やろうね、ライブでそれ。でもさ、やりましょうね。ね、ブルースやりますよ、次のライブ。伊勢崎町ブルース。おばあちゃんご存知ですね、伊勢崎町ブルース。伊勢崎町ブルースね。続きまして、京都の恋、渚優子さんという歌手です。ご存知ですか、京都の恋とか京都慕情ね、昔一世を風靡された歌手の方、京都の恋ぜひ聴いてください。
私が生まれる前ぐらいに流行った歌なんですけれども、私はこの歌にすごく思い出がありまして、母がいつも歌ってたんですね。なのでこう小さい頃から、この京都の恋はなんかこう頭に焼き付いてて、あの京都の恋やりませんかって言われた時に、歌詞をいなくても歌えた歌です。はい、すごくしっとりとしたいい歌だなというイメージが小さい頃からありました。お母さんですよね、はい、まゆさんのお母さん、まゆさんのお母さん、お母様とお父様とおばあちゃまとご主人ですよ、ヒロさん。あ、そうなんですか。そうなんです、ちゃんとご挨拶してください。では続きまして、お母さん、お母さん失礼ですが何年生まれですか。1964年。あ、私の主人と一緒だ。1964年ですね。お年は聞いちゃダメですよ、女性に。年は聞いて、あの生まれ生年月日を聞いてもいいけど、年は聞いたら、あ、そうなんですね。お母さん若く見えますね。若いですね。すごく若く。よかった、喜びます。なんかまゆさんってすごく天真爛漫な娘さんですよね。すごく大好きです、私。またそういうところもいいんじゃないですか。はい、ね、いや私ね、マジでね、ご兄弟かなと思って。ほんまマジでそう思ってたんですよ。お姉ちゃんと妹やって、まゆさん。どうですか。マックさんの奥さんはどちらですか。すごくね、マクさん優しくて、あのいつもお気遣いいただいてます。ありがとうございます。ではあの続きまして、渡辺真知子さんの、カモメが飛んだ日を聴いてください。なんか違う曲かかってるけどさ。いや、歌わなくてそれ。歌えますよ。いやいや、歌えるんですよ。もう僕しかできないんですよ。ね、終わり？では。ハーバーライトが朝日
遽曲変更しまして、間違えるだろうなって思ったんですけど、やっぱり間違えてまして、ここにねすっごい大きい字で、こんな風に、しかもこれねナースステーションで印刷してもらったんですって看護師さんに。でね、この親切にね、これをナースステーションで印刷してくださった看護師さんが、このカモメが飛んだ日にね、なんか失恋の思い出があったんですって。ですっごいそれをね話したそうだったんですよね。でも鬱陶しいからって聞いてこなかったです親切にこんなねやってくれないんですよ、ナースステーションで印刷。いやそれはもう、ね、このねこれができるまでに何人の方にお世話になりました。いや結構わがままなんですよあれ持ってきてくれ、あれあれこれ会社の人にやってもらったんでしょ。だってこれはそうメールで会社の同僚に、同僚とかアシスタントの方に送って、それ行けよって言って、それをまた送り返してもらって、それをフラッシュメモリーに落として、でナースステーションにあるパソコンに印刷してもらったんですね。いいですね、こう皆さんに親切にしていただいて、まあ、幸せもんかなちゃんとあの時間内に病院帰ってくださいね、迷惑かけないように手術日も決まってるんですよ、ヒロさん。腰の、ね、手術日するの体ボロボロでさ、もう今ね入院してるのが心筋梗塞なんですよ。なんか急にシーンとならんとってくださいマジになりますか、そうなんて不整脈で、いろいろ検査してもらったら心筋梗塞って心臓の一部が硬くなって言われて、でこれ放置しておくと、まあ、いつかは心臓が止まっちゃうよって言われて、さらっと言ってたけど、心臓が止まっちゃうということが死ぬっていうことじゃないですか、それって。で心臓外科の人ってみんなその辺は何ともないみたいですね、言い方ね心臓止まっちゃうよこれとかって言われて軽く言われたんですけど、はぁ言って、そこからもう家に帰ってもえらい落ち込んでしまって、もうあかんねやって。大丈夫だと思う。そんでこの番号で、誘ってもらって入ったんですけど、まあね、ちょっと元気になったかなだいぶ元気ね、今日最初より元気ですもんね。今日、うん、病院帰らなくていいと思う私も、お家帰っていいと思いますよ。いや家帰った、家帰ったんでね、また嫁さんが落としがられるからえー、あんた帰ってきたんとかって言われるんじゃないかまあ、なんでも一人やから、一人の生活を満喫してるんですよ。昨日もなんか友達とランチ行ってきてんとかってなんか喋り上げてましたけど、喋ってとったけどね、しまったらそこで愚痴？愚痴聞いてもらってるのみんなに。すみませんでした。あのまだね若くて新婚さんに近いから。すみませんほんま。もう末永くお幸せにですよ、まゆさんは。まだ若いから。ハッピーハッピー。もう一人ね腰悪い人がいてね。ね大丈夫ですか？コルセット巻いてるコルセット巻いてる手術済みです。あそうコータムさんはもう手術が終わって完治、完治ですね、ね全回したね、あの完治と理解じゃない東京ラブストーリー弾けるのそれ、ラブストーリー何でもできるね、ヒロさんすごいね。今のは分からない、私も今度よいよいですね。花の都の花の都の真ん中で、うん、いやそれよいよいよい
でしょ、おばあちゃん東京の自由にできるんですよ。次はそういうわけにいかないと思いますよ。あ、本当？分かった。じゃあ私が慣れたらいいんですね、ヒロさんに。みんなが慣れますね、このヒロさんのペースに。慣れましょう。ね、慣れましょう。ね、萌さん、慣れようね。すいません。では続きまして、続きまして、最後の曲ですよね。最後なんです。こっちですよ。大丈夫？生野真世さん、ご主人ご存知ですか？有名な曲で言いますと、飛んでイスタンブールの人の歌の生野真世さんの飛んでイスタンブールの前ですかね、モンテカルロで乾杯。あと、あのモンテカルロで乾杯。よく知ってますね、年代は。1978年の曲だそうです。生野真世さんの、モンテカルロで乾杯、最後の曲ですが、どうぞ聴いてください。そして20
ました。ザ・ノスタルジアですが、これからいろんなところで活躍ができたらいいなと思います。何かのイベントとか、うちの会社でやってよとか、こんな会があるんだけど演奏してよとか、そんなお話がありましたらぜひお声掛けいただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。わけじゃないけど。では、これは何年の歌ですか？1967年。おばあちゃん何歳の時ですかね？1967年。奥さん生まれた年なんですか？ブルーコメッツご存知ですね。ブルーコメッツのブルーシャトーを最後に、もしよろしかったら一緒に歌ってください。すいません、なんか間違えた人がいるみたいで。まさか弾いたの、あれよろしく哀愁弾いたの。なんかね、似てるんです、郷ひろみのよろしく哀愁。ララ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 ラってこれ。
笑